ウィザードはイングランド出身のロックバンド。エレクトリック・ライト・オーケストラの初期メンバーだったロイ・ウッドが主催したグループ。様々な音楽性を内包し、当時はグラム・ロック・バンドとしても扱われた。1975年で解散し、わずか3年の短命で終わっている。創設者、ロイ・ウッド、ザ・ムーブやエレクトリック・ライト・オーケストラの主力メンバーだったロイ・ウッドが、 1972年の同グループ脱退後に結成。7から8人で編成する大女隊で奇抜なルックスからグラムロックバンドの扱いを受けていた。アルバムは Wizard of You Introducing Weddy and the Falcons を発表。当時のロイウッドがやりたかったスタイルを詰め込んだ作品であった。フィル・スペクターやビーチボーイズへのオマージュのような ロイならではのポップな楽曲も発表した。1972年から1974年の間に全英チャート1位を獲得したシングルシーマイベイビージャイブエンジェルフィンガーズやクリスマスの定番となった I wish it could be e m クリスマスエブリデ y など多くのヒット曲を生み出した。しかしロイによる複数のレコード会社との複雑な契約による 影響で活動が制約されたことや、マネージメントを同じくするエロが米国での活動が軌道に乗り始めたことで、同グループにシフトしていった事情などが重なり、1975年の初の全米ツアー中に早々と解散してしまった。当時、全米ツアー中のライブを見た音楽評論家などによれば、ツインドラムロイのギター、ホーンセクションの編成でボール、暴力サウンドを、 ステージで再現する、ウィザードの圧倒的なライブは、まるで音の洪水のようであると評されており、米国での評判も上々であった。その後は2000年に、未発表音源集、メインストリートがウィザード名義の新作として発表した。ありがとうございます。